Alright, guys, I'm back. Let's continue that thing that left us on a cliffhanger. Like, bro, we beat his ass, then just poof. Let's go. Let's continue. もうちょっかい出してくるんじゃねえぞ。ノイエと言いましたね。あなたもザンク君に雇われているのですか？ああ。エフォールに続いてお前もか！どいつもこいつも金のためにホイホイ雇われやがって情けねえ。俺が雇われている理由は金じゃない。ザンクに従っていればいつか必ず俺の望みを満たしてくれると奴が約束したからだ。お前の望み？そうだ。あいつは約束した。いつか必ず俺を殺してくれるだろう。何言ってんのよ。じゃああんたは殺されるためにわざわざ雇われてるってこと？ He's just that guy. そうだ。こいつやっぱやべえやつだな。まどろっこしいですね。死を望むのなら自分の手で死ねばいいだけなのでは？ That's boring. お前も恐ろしいことをさらっと提案するんじゃねえよ。自らの手で死ぬことは罪が深い。それでは来世で虫になれん。今度は来世とか言い出したけど。ああ、なんか鳥肌立ってきた。そうだな、鳥もいいな。奴らは翼がある。自由へと羽ばたくための翼が。 Wait, this is the same place we beat your ass to. Damn. だが鶏はダメだ。飛べない翼を恨みながら一生満たされずに死んでいくだけだからな。ねえファング、なんか勝手に気持ち悪いこと語ってるけど、今のうちにこの場を離れようよ。 Join the party. バカ、下手に動くなよ。あの目を見ろ。狂気以外の何者でもね。逃げた瞬間に撃たれちまうぞ。俺はこのクソったれな世界に心底絶望しているんだよ。だから早く殺されて来世で虫になりたい。おかしいですね。本当にそう願っているのなら戦ってる時に抵抗しなければいいだけでは？それじゃあダメだ。前行ポイントが足りなくなる。直接にしろ間接にしろ自死は最も罪深い。ファング君、君にバトンタッチします。この人との会話に常識は通じませんから。むしろ君のような人の方が適任です。なんかあんま嬉しくないんだけど。 It wasn't. いいか、俺は死を望んでいる。だが必死に生きる必要もあるんだよ。来世で虫に生まれ変われるくらいの現世での善行ポイントを稼ぐために。ああ、うん、なるほどな。わかるわかる、やっぱそうだよな。あ、会話を放棄した。虫はいい。生きる目的だって単純だ。いや、単純だからこそその限りある生を必死に生きることができる。てか、あんたも勝手に話してるだけで会話してるわけじゃないのね。だが微生物はダメだ。奴らには自由を感じる知性がない。そこまで落ちぶれてはダメなんだ。ファング、なんとかして。このまま話を聞いてたら、こっちの頭がおかしくなりそう。わかった。Wait, I'm getting no air before Apollonius. That's something. おい、ノイエ。お前がなりたい虫ってあんなのか？ん？どれのことだ？ジェリー、てりゃぐわ。あんたね、よそ見させた隙に石で頭を殴るなんて完全に悪党のやり口じゃない。 We are the bad guys. で、うるせえな。なんとかしてって言ったのはお前だろ。ま、死んでないようですし、とりあえずこれでいいんじゃないですか。さあ、宿に戻りましょう。さすがに胸が痛むから、せめて布でもかけておいてやるか。
ほら、風邪ひくなよな。キュチャプター10。買い出しはこんなもんか。そうですね、バハスさんに頼まれた食材は全部揃いました。 I need your party I need your party members。 中華旦那、わいらこんなのんびりしててええんか。最近はフューリー探しもしてへんし。そうは言ってもな、肝心のフューリーの情報がないんだから動きようがねえだろう。まあせやな。というかそもそもなんで俺が買い出しに出なくちゃいけねえんだよ。しかもやろうともだけで、ああむさ苦しい。 What's wrong with the boys? Hanging out with the boys is fine。 しゃーないやろ旦那、まさかワイラも女物の下着を買うのに付き合うわけにはいかんし。いやいやガルド君、ファング君のあのいやらしい顔を見てください。そっちの方がお望みだったようですよ。仲間に横島な下心を抱くとは許せませんね。ここで切り捨てましょう。RIP。 ふざけんな、勝手に話を進めるんじゃねえ。さようさよう。 Oh finally you're here。 Pip in jump scare。若者が下着への関心を抱くことは別におかしなことではない。むしろ健全に成長している少佐とも言えよう。 Finally get my lightning character。 悪友我が輩も若年の時は興味ある人の下着のことばかり考えていた。無論今はその煩悩から解放されておるがね。まあ、よい憧れ、恋焦がれ、好きな興味に届かぬ思い。少年よ、その焦燥をもがき噛みしめるのだ。それがいつの日か必ずや成長の糧となることを信じて。ガルド、お前霊感あるか。わいに霊感はないけど、旦那の横の奇妙な生物はバッチリ見えとるで。じゃあこいつお化けの類じゃねえのか。それは我が輩のことであるか。当たり前だろ、他に奇妙な生物なんて見当たらねえしな。でお前は誰だ。いや誰だってか、なんだ。我が輩はピピンである。見ての通りプリティーな紳士である。頭にでっけえ剣が刺さってんぞ。うまっかっこよいであろう。ダメだ、まともに会話ができる気がしねえ。諦めるのが早いぞ若者よ。見た目が人に与える印象は確かに強いが、何もそれが全てというわけではあるまい。実際我が輩のことを奇妙な生き物というフィルターを出しに接してみるといい。普通の人間と同じように何ら変わらぬ会話ができることをその身で知ることになるであろう。確かに今の話はまともでしたね。見れば見るほどわからねえ。とりあえず妖精かなんかか。いやー興味深い。このタイプの妖精は初めて見ました。そうねんよ、気候も常識という檻にとらわれているな。領収のままでは見えぬ真実もあろうに。というか気候は何者だ。僕ですか。あなたと同じ妖精ですよ。なんと妖精だな。その尋常ならざる気配、ただものではないとお見受けするが。いやはやよく見ればこの場に揃いし面々それぞれ一癖も二癖もあるくせ者と見える。なんかペチャクチャと好き勝手に喋ってるけどよ、お前の目的は何なんだ。まさかドルファの新しい資格か。資格？とんでもない。我が輩はただ散歩をしていただけである。それで偶然談笑している貴公たちを発見したので、我が輩も会話を楽しもうとお邪魔しただけである。
ああ、申し訳ありません。うちのピピンがご迷惑をおかけしたようですね。I forgot your name. ソジン。ほま、ソジン。はい、ソジン。うちのってことは、あんたがこいつの飼い主か。随分と変わった妖精を飼ってるんだな。I'd rather Soji be the fencer, but you know. Fuck. 変わった生き物なのは否定しませんが、ピピンは私の妖精ではありません。どういうことですか？私がピピンの妖精なんです。ですので、ピピンはフェンサーですね。聞き間違いでしょうか。あなたがこちらの方の妖精？はい。で、この奇妙な生物がフェンサー？いかにも！これは興味深いですね。あんま深く考えるのやめとこうぜ。俺らには何も関係ないことだ。気にせず帰ろうぜ。では我が輩たちもご一緒するとしよう。New party member。あん？なんで普通の顔してついてこようとするんだよ。貴公たちは冒険パーティーであろう。ならば我が輩たちも仲間にしてほしいのである。自慢じゃないが、貴公たちよりも長生きしているからな。戦闘でも役に立てると保証しよう。 Keeping in the party means that though。 マジで仲間になりたいのか。うむ、大マジである。こんなデタラメなやつが仲間になったら少し面白いかもと思い始めてきて。動機は何ですか？僕たちは同じ趣味に集った仲良しパーティーというわけではありません。むしろフューリー集めでドルファとも競い合う武闘派といっても過言ではありません。ほうほう、ただものではないと思っていたが、まさかドルファともことを争っているとは。ますますもって仲間に加えてもらいたい。動機は言うなれば自己研鑽であるな。新しく不慣れで面白い環境に飛び込むことは修行にもってこいであるからな。最初に貴公たちを見た時からピンと来ていたのである。ピピンだけにの。どうであろうか、掃除ともども仲間に迎えてはくれぬか。旦那、どないするんや。ああ、今さら珍獣が一匹増えたところで何も変わらないっちゃ変わらねえしな。でも自分たちの食いぶち分くらいの金はあるんだろうな。それはこの通り、どっさりと。ようこそ、よく来てくれた。俺たちのパーティーはお前たちとそのたんまり中身の詰まったお財布を歓迎する。 Of course, of course, money talks。 たったった。では世話になるとするか。 Got the boy himself? I mean, not yet. Fuck. What's on here? More fury infos?よっ、やっほー、まいどー。バルデザーツエレン、what's up?なんですって？そうだね、頭痛いわ。どうしました？はあ、どうした？はあ、My man the jokester。どうしたんだい？いや、はあ、
ダメだ。ダメよ。Wanna see that? Yeah. ねえ、お兄ちゃん。なに？へえ。そうだね。やりましたね。やったね。はい。悪いな。Questy quest. Damn, that's 3-1. Another save data. So anyway, so I forgot to check out these things. What's up? What's up? 我が輩はピピンと申す。世界を股にかけ、軽やかに飛び回っては、正義を解いて回っておる。僕はリンネ。ドルファの新しい研究で生まれた、人造フェンサーの第一号。子供だって見くびると、痛い目に遭うと思うよ。OJ は面倒見が良くて、世話焼きで。ソージと申します。あちらの緑色のモフッとしたものがパートナーフェンサーのピピンで。OJ よ、よろしく。ちなみに OJ っていうのは本当の名前じゃないんだけど、それは今度二人っきりの時に教えてあげるわ。 And others. グラーシオ、私はお前に紹介するほどの何かを持ち合わせていないわ。このマイクは私のマスターがくれたもの。私のための、私だけの力。No voices for them. Dorfa beeps.Nearly killed? What? He killed his ass! Literally killed his ass. You are garbage. Get the fuck out of this game. Zagi, join the party, please. Uh-huh. Wait, another thing about it.Polonius and Marianne isn't here. Fuck. That's bad. That means I won't get these two people playable. Not like this. Not like Zagi too. Not like this.Bad for me. Tsukareta. Otsukare sama, Rinne.
無理やり連れ出してごめんね。でもそのおかげで新しい下着は揃ったでしょ。別に今まで持ってたのでも困ってなかった。ダメです、あんなのは下着ではなくただのボロ切れですわ。でも買い替えるお金なんて持ってなかったから。そうでしたわね。でもこれからは苦労させませんから、きちんとしたものを買わないとダメですわよ。Lin is there, right? Forgot to check on him. わかってる。ありがとう。お買い物。私、初めての経験ばかりで、本当に楽しかったです。フルール、放っておいたらずっと試着室から出てこなかったと思う。ごめんなさい。この世界には私の知らなかった様々なお洋服がたくさんあって、次々と目移りしてしまったんです。最後には値段も見ずに全部くださいって叫ぶんだもの。驚いちゃったわ。お恥ずかしい限りです。でもこうして女の子同士で久しぶりに買い物に出かけることができて、いい気分転換ができましたわ。本当よね、ハラーちゃんも来ればよかったのに。仕方ないよ、どうしても読みたい新刊があるって部屋から出てこなかったから。研究者は自分の興味あることに集中しだすと部屋にこもってしまいますからね。オールもそうですし。そうだ、それよそれ、私それを確認したかったのよ。フルールとオール様ってどういう関係なの？え、普通に妖精とパートナーの関係ですが。違うったら、私が聞きたいのはそういうことじゃなくて、もしかして恋人同士だったりとかとか。え、あん、とうとうそれを聞いちゃうのね。そういうのは私も興味あるかも。フルールはオールのことどう思ってるの？ドキ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 どうもこうもありませんよ。どちらかというとオールとは親子の関係に近いかもしれませんね。私が幼い頃から一緒にいますから。そんなに長い付き合いだったの、知らなかったわ。はい、もう何年になるでしょうか。あれ、どのくらいオールと一緒だったかしら。ど忘れしちゃったみたいね。買い物で疲れてしまったみたいです。とにかく私はオールに恋愛感情は抱いていませんよ。なんだ、つまんないの。残念だったわね、アリン。あんたにとって妖精とパートナーの恋愛は人事じゃないものね。ヒューヒュー。何言ってんの、王子。アリンはファングを愛してる。Don't even Lina knows.何がどうしてそうなるのよ。あらあら、アリンちゃんのお顔が真っ赤ね。僕はそういうのよくわからない。でもアリンはファングと結婚したいの？バッチッケ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 ッコケッ。バカーッ。鶏になってるわよ。となるとティアラさんとアリンさんは恋のライバルということなのでしょうか。 Even Tiara's getting what's the word I'm looking for? Catching strays? Is that it? 変なことを言わないでください。おいしいお茶を吹き出してしまいましたわ。もったいない。でも実際の話、あんたたちの気持ちなんてバレバレよ。リンネでさえ察してるくらいなんだから。When even Lin can see it, rip you girls. まあ、ファングちゃんへの接し方を見ていれば一目瞭然よね。勘違いしないでください。どうして私があんなダメ人間に好意を持たなくてはならないのですか。
私だって同じだよ。ファングを好きになるわけないじゃない。本当に？でも冷静に考えると確かにそうね。あそこまでひどい男ってなかなかいないし。 Thanks the goat, what do you mean? 万が一あんなのに惚れる人がいたら、惚れた方にも問題があるに決まってるわ。そうだよね。あらあら、そうなのね。私たちの勘違いだったみたい。でもファングにもいいところはあるんだよ。 Somebody took the bait。 いつもは偉そうで楽をすることしか考えてないけれど、Nice bait。 いざって時にはとっても頼りになることもあるっていうか。そうですわね。素直じゃないだけで意外と人の気持ちにも気づけたりとか。かかったわね。やっぱりあんたたちファングのこと。ホックライン&シンガー。ずるいよ OJ。 私たちに擁護させるためにわざとファングのこと悪く言ったのね。やり方が汚いですわ。どちくしょうのなせる技です。はっきりさせましょう。お二人はファングさんのことを愛していらっしゃるのですね。Damn, my boy's popular. I mean, he always was. He's... あら、珍しい。あんた意外とこういう話題に積極的なのね。だから何度も言ってるでしょ。あ、私は別にファングのことなんか。私も同じですわ。間違っても、愛するなんて。変なの。好きなら好きって言えばいいのに。Fang's gonna come in here any second。 どうせ頭の中では手をつなぎたいとかデートしたいとか思ってるくせにさ。 Yo, Rene, calm down. Calm down. Holy shit. 人をむっつりみたいに言わないで。本当ですわ。まったく、誰からそんなことを教え込まれたのか。 OJ、やっぱりお前が犯人なんかい。あら、バレちゃったわね。これ以上聞き出すのもかわいそうね。あとは静かに見守るとしましょう。それじゃそろそろ宿に戻りましょうか。ほら、重い荷物は私に任せなさい。え？ OJ が全部運んでくれるの？当たり前じゃない。女の子に重い荷物を運ばせるなんて、そんな野暮なこと私がするわけないわ。何でしょう、OJさんにキュンとした私がいます。わかる。もしかしてこれが恋？ OJ が一番男前っていうことか。僕も見習わなくちゃ。To the inn, to the inn.Save. Kaeshite kinasai. Hell no. Yada! Yaksoku suru kara! Kichin to gohan datte ageru shi! Mainichi no sanpo mo chanto tsuretaku kara! Sonna no saisho dake desho! Douse sugu atashi ya Tiara ga mendou o miru koto ni naru nda kara! Yada! Yada!フューリーだって真面目に探す。だから勝っていいでしょ。そうは言ってもこのような生物がいるなんて初めて知りましたからね。何を食べさせればいいのか、何を食べさせてはいけないのか、怪我をした時に見てくれるお医者様はいるのか、そういう大事なことが何も分かりませんからね。正直に言って責任を持って最後まで帰るのか不安ですわ。ソージ、これは我が輩のことを話し合っているのだな。 Yes。 でしょうね、ピピン。新しいペットだと勘違いされているようです。まあ無理もありませんが。キキキ、ややこの可愛げな小動物は我が輩にすぐ懐いてきてくれたぞ。よかったですね、ピピン。やはり珍獣同士気が合うのでしょう。いやこれは世にも珍しい妖精だね。研究家の私でもここまで珍しいのに出会えたのは初めてだよ。あ、
我が輩か我が輩のことであるか。そっちの君がフェンサーだね。どうだろうか、この素晴らしい妖精くんをしばらく私に預ける気はないかい。いえ、私はフェンサーではなく。いや、見れば見るほど君の妖精は素敵だよ。この出会いに感謝だ。ちょっと触れていいかい。それくらいいいよね、ちょっとだけ。ちょっとだけであるぞ。だが我が輩は妖精ではなく。タッチ、柔らかい。いや、硬かったか。え、不思議。もう一回タッチしていいよね。というか、できれば体組織のサンプルを少し取りたいんだが。私たちの声など聞こえていないみたいですね。 Nobody cares。 楽しそうだから放っておいてよし。早くお店に返してきなさい。いい加減にしないと怒るよ。嫌だったら嫌だ。俺は絶対にピピンを買うんだ。ダメったらダメ。こんな頭になんか刺さってるペットなんて、しかも人語を喋ってるし。さて、そろそろ誤解を解くか。掃除、あとは頼んだぞ。我が輩はこの小動物と戯れることにする。わかりました。皆さん、新たに仲間に加えていただくことになったあちらがピピン、そして私がソウジと申します。ではあちらの面白い方がフェンサーで、こっちのイケメンが妖精っていうことなの。ああ、なんかそういうことらしい。妖精研究家ともあろう私が間違えるなんて。なんという失態だろう。しかし、また新しい研究対象が増えてくれた。本当にこのパーティーは最高だよ。ねえ、ソウジさん、後であっちの面白いのに触っていい？いくらでもどうぞ。本人もマスコット扱いには慣れておりますので。やった。柔らかいのかな、硬いのかな、背中にジッパーついてるかな。私も触り心地は気になるわ。もちろんあっちじゃなくて、あなたの方の触り心地が。だけど確かめますか。いくらでも触れて構いませんよ。触れることができればですが。あはら、挑発されちゃった。そんな風に言われたら燃えてきちゃうじゃない。 Yes, Oji's gay. I think that was said in EDF. Yeah.ソウジちゃんもピピンちゃんも今までにいなかったタイプね。I feel like it was, it did. Just a snippet of. まさかこのパーティーにこれ以上個性的な人が増えるとは夢にも思いませんでしたわ。It'll get even more weirder. Don't worry. まあでも、きっとこれで最後でしょう。さすがにもうネタ切れのはず。多分。Who's running out of ideas? What? Is this a fourth wall break? よし、お互いに紹介は終わったようだな。じゃ、行くぞ。行くってどこへ？決まってるだろ。ピピンとソウジの歓迎パーティーだ。待って、ファング。歓迎してあげたいのは私も同じだけど、悲しいかな、先立つものが。安心しろ、アリン。金なら、あいつらがたんまり持ってる。そうなの？って歓迎会なのに本人たちに払わせる気？まあまあ細かいことは気にするな。さ、行くぞ行くぞ。はあ、本当に大丈夫なのかな。Finally got the boy.心は変わらないか。今ドルファの行っていることは己の心情に反する。コロニウス、come join the party。力の探求、そういう意味ではお前の歩む道と大差はない。いや、大違いだ。力とは己の意志で磨いてこそ輝く。あのような年派も行かず、是非も分からぬような子供に聞
械な装置を使って与えるものではない。不純だな。力ではなく力を得る手段に価値を見出すか、私にとっては意味のないことだ。私にとってはそれが全てだ。そうか、ならこの溝は埋められないな。ああ、私はドルファを去る。引き止めはしない。以前のドルファなら四天王の欠如は大きな損失だったが、今はそうでもないからな。お前の代わりなどいくらでもいる。いや、いくらでも作れるのだから。落ちたな、バーナード。いや、私が気づかなかっただけで最初から落ちていたのかもしれん。安心するといい。退職金はきちんと出してやるからな。だが守秘義務は守った方がいい。でないとお前の妹がどうなるか。それ以上口を開くなら今この場で叩き切る。猿がいい。お前はもう様子見だ。Come join the party. What's that place?The Wasp Plains. Oh, it's Apollonius. I really am getting Apollonius. What's on here? いらっしゃいませ。 Potions. Armors. Garbage. Yeah, it's garbage.Garbage. Oh, this program. ありがとうございます。Flower. Flower. ありがとうございました。Pips, what up? What up? Under.Paiga, please join. Zeng, please join. I'll even take Bernard and Zaggy. Everybody join the party. I don't give a fuck. Whoa. Everybody join. Join, join, join. Everybody join. そんな。いけません。いけません。申し訳ございません。そうか、はあ、あのほうへえ、うん。やったね。申し訳ございません。わかった。そうだね。
ありがとうございます。それでは。はあ、そうだね、そうだね。 Damn, you guys were eavesdropping. へえ。そうか。よし。OJ。はあ？ほら。研究だ！なんですって？ごめん。ほら。Amazing Joker。どうしたの？はあ。そうなんだ。はあ？はあ。ほら。そうだ。そうだわ。やった。よし。そうか。Who knows what it means? はあ、どうしました？そうだね。わかりました。え、そうですね。ありがとう。なありがとう。へえ。はあ。さす。そうですね。なI'm gonna explain it. ほら。ねえ。はあ。お。へえ。このように天気の良い日はまったりとくつろいで過ごすのが一番だの。Oops, voices. え、まったくです。この穏やかなひとときが少しでも長く続いてくれればそうもいかんようじゃな。そのようですね。
ピン、ちょうどいいところに。助けてくれ。追われてるの。何やら穏やかではなさそうな。見つけたぞ。おやおや、二人とも我が輩の後ろに隠れようとしてどうしたのじゃ。 What are you doing? 見りゃわかんだろ、あいつから逃げてきたんだよ。どうにかしてくれ。ほい。ふむ。てめえら覚悟はできてんだろうな。リンネよ、こちらへ。あー、ずるいぞ。リンネだけ背中に隠して俺も隠せ。それは多分無理。さて、お主なぜそうも怒っておる。そいつら俺のクソ高い口紅をクレヨン代わりにして遊びやがったんだ。しかもボッキリ折れたし。なんと、それはいかんな。大切なものを台無しにされては怒るのも無理はあるまい。しかし、そこまで激高するのもいただけん。この者たちが反省していたとしても萎縮してしまって謝ることもできなくなるであろう。そうではないか、リンネ、ファング。うん、まあ、あの、OJ、ごめんなさい。悪かった、すまん。そんな風に謝られたら怒ってる私が嫌なやつみたいじゃない。今回は特別に許してあげるけど、二度とするんじゃないわよ。わかったよ、もうしない。さすがに懲りたぜ。カッカッカッ、これにて一件落着じゃな。さすがですね、ピピ。ああ、だけどへこんじゃうわ。あの口紅気に入ってたのに。元気を出してください。OJさんには今度私が新しい口紅をプレゼントしましょう。え？そのそうちゃん？それってつまり…うむうむ、仲良きことは美しきかな。そうそう、美しきかな美しきかな。めでたしめでたしっつうことで、いくかリンネ。リンネ？リンネよ、OJはもう怒っておらぬ。我が輩から離れても大丈夫じゃぞ。もふもふ。これこれ、我が輩はぬいぐるみではないぞ。でもこの感触、絶品もふもふ。あら、あんたそんなにもふもふなの？ちょっと触らせて。やだ、ほんとすごいモフモフじゃない。抱き枕にしたら絶対気持ちいいわよ、これ。だよね、モフモフ世界一。くぐすぐったいではないか。触れば触るほど生物にあるまじき触り心地なんだけど、食べたものとかどうなってんのよ。穴はあるのかしら。穴ちょっと探すわよ、リンネ。うん、What's that noise? うん、わかった。食べたら出すのは当たり前よ。どこに穴を隠してんの？穴。なんかすげえことになってんな。おい、ソージ、ピピンを助けてやんねえのか？あ、こいつ意外と白状だな。That's a newキャラクターフォーム。やめんか、これ我が輩をまさぐるでない。穴どこだろう。穴、そう、そこはダメじゃなんとも平和な光景ですね。そうですね。ほう、
そうだね。これは興味深い。執事ですから。なそうだ。どうされました？なそうですね。へえ。そうだね。いや。へえ。はい。ほほん。ピピン。な。どうされたかの。そうだね。へえ。じゃあね。はあ、ほほん。そうですね。はあ。そんな。He's the final boss for real, for real. そうじゃな。わかった。わかりました。Final boss. いらっしゃいませ。何と何を混ぜますか？いらっしゃいませ。ありがとうございました。ようこそ。またのご来店をお待ちしています。You have double SP aids. What the fuck? That's weird. What a magic. Double SP aids. Some other time.We're ending this part here. Bye. Probably gonna do this and this off recording. Then I'll be back with y'all with this. The escape plan. Gonna get Apollonius, I guess. Let's go. Bye.